ガチズム、ヌーブラにありがちなこと、どんなことがあるの？アチコ、そろそろ出かけようよ。あ、ごめん、もうちょっと待って。おいおい、時間はたっぷりあっただろ、早くしろよ。ごめん、ちょっと待ってて。はい、お待たせ。準備に時間かかっちゃった。え、どうしたの？え、なんかガチコ、いつもより胸がプルンってしてる。素晴らしいデカさだ。くよいしょっと。え、何してるの？やっと。え、アリオ、何、どうしたの？ちょっと、何黙ってるの？何なのよ。え、寝室？わー、ちょっとアリオ、何してる？ちょっとアリオ、何してるの？愛してるぞ、ガチコ。え、もう急に何なのよ。今から出かけないと。別に何か予定があったわけじゃないだろ。そうだけど、今からするの？ダメ？いや、ダメじゃないけど。さあ、それではいただきます。ポイサー。え、これってヌーブラ？あー、しまった。もう急に服あげないでよ。関係ねえ、この興奮は止められない。いただきます。いや、いつもより胸がでかく見えて彼氏の興奮度が高まりがち。そうそう、本能に従ってまえ。みー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 。なんか EDM の効いたセミおるな。でかめっちゃ暑い。あー、暑すぎる。こんなに暑かったらそらセミの鳴き方だってバグるわな。毎年言ってる気がするけど、夏ってこんなに暑かったっけ。まあ逆に冬はこんなに寒かったっけって言ってるんですけどね。はは、汗でベトベトだ。そしてこんな鬼暑い時に何がきついってさ、ちらっとーら胸にもめっちゃ汗かいてる。これちゃんと拭かないとヌーブラの中で蒸れてめちゃめちゃ痒くなっちゃうんだよね。こまめに拭かないとめんどくさいなもん。夏場は汗で蒸れて痒くなってしまいがち。また変なセミ鳴いとるな。あ、このシャツかわいい。どうしよっかな、買おうかな。白シャツか。そういう白シャツっていろいろと目立つことない？まあ確かに食べる時に汁とか飛ばさないように気をつけないといけないけどね。カレーうどんとか持ってのほか。いや、それもそうなんだけど、もうちょっと気になるところがあるというか。え、もしかして膨張色だから体が太く見えるとか。でも私結構今スリムだし大丈夫だと思うよ。あ、いや、まあそれもそうなのかもしれないけど、男の俺からすると女性がそれを着ると気になるところがあるんですよ。はい。え、何？いや、もう女性が着ると下着とかが透けたりするだろ。大事な彼女の下着が他の男の目につくとかちょっと嫌だよ。チッチッチ、甘い、甘すぎる。私がさっき食べたグラブジャム漬けのカヌレよりも甘い。いや、世界一甘いジャムにカヌレを漬け込んで食うな。で、何が甘いんだ？グラブジャムカヌレ。いや、そっちじゃねえわ。俺の何が甘いんだよ。これよ。これを装着すれば下着が目立つこともなく白シャツを着れるのよ。ん？え、ヌーブラってそういう効果もあるの？白シャツを着るときはヌーブラを装着するのが必須になりがち。で、汗をいっぱいかかせてヌーブラがペロッと落ちて。マジさ、ヌーブラって便利だけどちょっと怖いときあるよね。わかるわかる。つけてる日少しだけヒヤッとするよね。そうそう、胸から剥がれたらどうしよう、今ちゃんとついてるみたいな感じで、よく確認しちゃうんだよね。あるあるだよね。そういえばさ、この前私剥がれてお腹まで落ちたことあるよ。え、お腹まで落ちた？それってトップ透けてるんじゃないの？大丈夫だったの？てか腹まで落ちたってそれもうヌー腹向きじゃん。いや、キモい漢字とカタカナの組み合わせやな。おい、まあその時は黒い T シャツ着てたしすぐに直したからバレてはないと思うんだけど、もし白 T シャツを着てたらと思うとゾッとするよね。そうね、あと黒 T を着てたとしても光の加減によっては突起の形が分かっちゃうからすぐに直せてよかったね。そうね、よかった。ヌーブラをつけた日は剥がれないかと一日中ヒヤヒヤしがち。うん、ぜひともその事故現場に出くわしたい。さあ、てと、今日は在宅だし家で仕事頑張るか。え、なんだ？お届け物です、ガチコさんにです。はーい、ガチャっと。はい、こちらお願いします。おー、大きいな。ありがとうございました。あたした、よいしょっと。ガチコ、こんなに大きい段ボールで何を買ったんだ？よいしょ。おい、ガチコ、なんかお前の荷物届いたぞ。あ、届いた、やったやった。で、何買ったんだ？結構重いし箱大きいけど。え、あ、それ全部ヌーブラ。こんなにめっちゃあるよ。だって中には胸に合わないものだってあるし、いろいろ試してみないといけないのよ。そして合うのが見つかったら他は返品できるからさ。ああ、そうなんだ。返品できるなら良心的だね。いや、にしてもこんなにいらねえだろ。どっか売りに行くんか思ったわ。ほい？胸に合う合わないがあるため、いろいろな種類を試しがち。なんか若干集合体恐怖症やわ。今日も仕事疲れたな。でも今月は繁忙期だし、もっと忙しくなるだろうな。気合い入れて頑張らないと。あれ、なんか胸のあたりが痒いな。ヌーブラがちょっと蒸れてるのかも。あ、気づいたらどんどん痒くなってきた。あ、書きたい。かゆっ、もう無理。よいしょ。あ、気持ちいい。やべ、目の前に男の人がいるのに普通に書いてたわ。危機感がなさすぎる。なんか見て申し訳なかったな。だがいいものを見せてもらった。急にエコやな。たまに痒すぎて我慢できずに堂々と書いてしまいがち。まあペンもみたいですね。ガチコ、一応確認するけど明日休みだよな。うん、そう
思うよ。じゃあ今日は寝なくても大丈夫だよな。大丈夫だから今日は思いっきりして。しゃー、よーし脱がすぞ。はい、うん、やん、うん、はい、え、うーん、ちょ、明後日の方向見てどうしたのよ。なんで急に服戻すの。いや、可愛い下着をつけてるのかと思ったらヌーブラだったから、ちょっとな。はあんた、この前出かけるときに私のこと襲ったとき、そんなこと言ってなかったじゃないのよ。いや、なんででしょうね。ガチコからヌーブラの情報をいろいろと聞いたからかな。あ、部屋行っちゃった。あ、戻ってきた。はい、もう一回。え、いや、でも。いいからもう一回。わかったよ。行くよ。うん。よいしょ。ほっ、これでどう。これ、俺が一番好きだって言ってた下着。ガチコ、ベッドへ行こう。めっちゃええ子やな。いいよ。可愛い下着だと思われてる時にヌーブラだったら、ちょっとがっかりされてしまいがち。でも万事解決のようだ。仲ええな。ふぅ、はぁ、家系ラーメンに白米に唐揚げ、食べた食べた。ふぅ、お腹いっぱい。さて、今からお出かけだし、ヌーブラつけて準備しますか。数分後。ふぅ、あれ、私の胸の位置低くない。なぜ。あ、そっか、わかった。ちょっと私が太ったせいで胸がでかくなって、そして補正力のないヌーブラのせいで下に下がってしまってるのか。うん、あー、このままだったら乳が垂れちゃう。どうしようどうしようどうしよう、今からブラつけても間に合うかな。あー、私の胸の張り戻ってくるかしら。ヌーブラは補正力はないので、胸が大きいとつけても位置が低くなりがち。あー、なるほどな。ヌーブラをつけるにも条件が必要なのね。ほいっと。うわー、今日めっちゃいい天気だな。おいガチコ、今日は洗濯日和だぞ。わあ、本当だ、すごくいい天気。じゃあお気に入りの下着とヌーブラ細っと。よいしょよいしょよいしょっと。あ、あの下着確か高いやつって言ってたな。だから丁寧に洗ってるのか。じゃあ、ひひ。あ、ヌーブラは適当に洗ってる。まあでも確かに流すだけでいいもんな。いい下着は丁寧に洗って、ヌーブラは割と適当に洗っていがち。まあ傷さえつけなければいいもんな。はあ。おいおい、どうしたんだよ。なんかため息なんかついちゃって。何のテンションよ。この前7400円のヌーブラ買ったんだけど、全然胸にフィットしなくて全くダメだったのよ。もったいないわ。あ、それはげんなりするわね。私もあったわ、めっちゃ高いヌーブラ買って楽しみにしてたのに全然合わなくてショックを受けて、そっから3日3晩全然寝れなかったこと。いや、私よりも予想以上にダメージ大きくて。草、高いヌーブラだから大丈夫と思ったら全く合わないことがありがち。ああ、だからあんなにいっぱい買って試してたのね。納得だわ。ガチコガチコ、今日は朝まで寝かさないぞ。もう来て、早く来て。もう好き、アリオ大好き。よし、脱がすぞ。ちょっと待って、もしかして今日もヌーブラ。ガチコ、いいから早く脱がして。おお、よいしょ。あれ、なんだ今日のヌーブラ。ヌーブラだがヌーブラじゃない。なんだこのヌーブラは。めちゃくちゃ可愛いじゃねえか。どうだ、前はがっかりされたが、今日はレースのついた超可愛いヌーブラを装着しているのだ。いただきます。はん、いやーん。レースや飾りがついた可愛いヌーブラもありんがち。これ可愛いな。天もいただきます。だあれ、そういえばガチコ、前までは肩こりひどくてよく肩揉んでマッサージしてって言われてたけど、最近聞かないな。なんでだ。うん、まさか浮気してて他の男に揉んでもらってるとか。そして肩だけじゃなくて他のところも揉んでもらってるとか。ならガチコ、最近マッサージ頼んでこないけど大丈夫？もしかして誰かに揉んでもらってるとか。そんなわけないでしょ。なんかヌーブラにしてから締め付けがなくなったからか肩が来なくなったんだよね。だから大丈夫なのよ。本当にそれだけ？別の人に肩揉んでもらったりしてない？そしてついでに胸も揉んでもらったりしてた。そんなわけなくるね。私の胸を揉んでるのはおめえだけだよ。ああ、ならよかった。ヌーブラにすると締め付けがなくなって肩が来らなくなりがち。へえ、そういう効果もあるのか。うん、ヌーブラいいですね。というわけで皆様、今回のありがちなこといかがでしたでしょうか。共感できましたか。楽しんでいただけましたか。もしよろしければコメント、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。こちらのおすすめ動画もぜひご視聴ありがとうございました。